立憲民主党有田良史デモ妨害を呼びかけ本日立憲民主党の有田良史さんがツイッターにてこのような発言をし柴木隊が京都で計画していたデモ妨害を宣伝しさらに応援してしまいましたこの結果柴木隊ら約80人が京都にて デモ隊を攻撃し、車を取り囲んだり、道路を不法占拠しております。有田さんがやっていることは民主主義、法治主義の否定であり、犯罪集団を批判するどころか、このように応援するのは、立法府である国会議員がやることではございません。 今後も有田さんがこのような活動を続けるのであれば、早急に国会議員を辞職していただくようお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました